これここのとこ撮ってもいいんじゃない？本当はね。すいません。場所見てわかるのかな。どちらかというと。いや、どこどこら辺で撮ったって。ああ。人の家の部屋撮ってもあれどこだっけなってさ。え、時間帯じゃない。時間はね。分かってる。分かってる。さっき100均でペン買おうかと思ったけど。うん。本当ホテルにさ、ペンがあるかなと思って。およそ300メートル先、踏切です。何でもなかったか。何もなかったね、冷蔵庫もなかったし ね、 ね、まあ、今はね、感じてますよ。うん、でも3000円で泊まらせてくれたから。まもなく踏切です。ワクしてみるぐらいだそうそうそう。でまた1回帰ってまた来るってなると高速とかでさ、学生なんてかかっちゃうじゃない。成功だよな、あの人たち。あの人たちは成功だよな。ああ、行って、目的地付近です。リンゴ園がそこ
ね、ここら辺がもう全部鯉のぼりの里になってる。うん、まだ向こうだね。道沿いだね、いずれにしろね。うん、住民かな。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。全然違う。
呼ばないで。でも住んでる人いるんだね、こういうところにもね。お店なんか何もないじゃない。あ、こういうのもさっき看板あるね。ね、あるね。かな。そんなことないよ。こいのぼり。ちょっと激しい。ずっと川沿いこれ。うん、川沿い。登ってきた。ね、登ってるね。
ね。あ、見えた。ね、あ、見えた見えた見えた。路中なんだ。路中っぽいね。そろそろだね。うわー、見えた見えた。すごい。ね。何あれ。まだあるんだね、うん、駐車場があるかないのかね、待ってのか、うん、これさ出てこれねえんじゃねえ。あ、本当だね。向こうの方止めるなんか入ったじゃん、うん、で歩く、うん、歩く、うん、これでいつまたいつ帰ってくるか分かんない、うん、で出れないもんね、うん、ちょっとうまく止めてくんねえかな。どう？水色？うん、ねえ。ちょっと止めちゃうのかよ。止めるんだ。あの、あそこのマーチのあたりの前あたりでいいでしょ。でしょう。うん、ストレスだ。あのね、県外だって。山の上なんだね。ほら。暑いね。バックしようとしてる。この湘南ナンバーまだ止まってるのか。ねえ。これ右だよね。かな。
見えた。あそこに。素晴らしいじゃん。ねえ。ねえ。これは。ちょっと見ちゃおうか。違えるよね。まあ一瞬。厳しいかな。まあいいや。一瞬。来たら次の。すごいね、ママ。ねえ、わあ、綺麗。これは半端じゃねえ。大きなお酒。泳いでるよ。そうだね、最初の。これなんだ。綺麗だ。これだね。そっか。どうする？どうする？ちょっThank you.